おはよう。むくみすぎゴンザイモンです。そして朝はフルーツ食べてます。仕事行く前にさっちゃん見れるなんて幸せ。お仕事頑張って。大丈夫？五月病脱出した？おはよう。お髪の毛直そうっと。ママそこにあるさ、ピンクのさ、ピン取って。ありがとう。おはよう。眠たい。すぐ寝れた？信じられないぐらい早かったわ。そう。目つむって10秒くらいで寝た。のび太と戦えるぐらい早かった、寝つき。おはよう。そして今日起きんのもめっちゃきつかった。髪の毛治らないよ。治んないよ。ねえ、なんでさ、配信見てんの？いつも思ってるけど、隣にいるのに。おはよう。なんか昨日の配信は半分寝ぼけてたけど、まあ昨日も話したとは思うけど、テレ東さんの疫病って最近聞いたよね、見てください。ナレーションしてます。トメさん、姫ギフトありがとう。ダメだよ。ね。寝っ転がってもいいけど寝ちゃダメだよ。ケロンさん、ギフトありがとう。ちょっと眠すぎて顔がさ、めっちゃむくんでて超寝起きの顔してる。可愛くないね、今日の顔。嫌になっちゃうな。今日昼間さえ起きてられるのかな。なんか途中で電池切れそう。パタンって。おはよう。なんか治んない髪の毛、助けてー。変じゃない？違う？え、めちゃくちゃあちちちなのよ。そう。おはよう。ミルクつけてやるの？どうだろう。つける。寝たとこすまんね。番組前編後編と思ってなかったから2週連続で見れてるし、なんかテレ東さんでも結構さ、1ロケで2、3週間やってる気がする。やっぱロケバッチリ
やるから一周じゃ収まらないボリュームですよ。おはよう。いつものサリンの声がテレビから聞こえる不思議。確かに。さやもかも。おはよう。おはようございます。髪の毛治らなすぎる。つけたからといって何か恩恵を得られた感じはしないけど髪の毛がいい匂いにはなった。そういう感じです。なるほど。残念。ママも映る？もう配信映る？あ、それこそさやちゃんのドアン減っちゃったりとかなんか。絶対減らないよ。そういうことばっか言うんです。そんなわけないのにね。可愛ければ映りたい。可愛いよ。可愛いよ。可愛い。ありがとう。あはよん。8時まで皆さんお付き合いください。何？何もないよ、見ただけ。何？そこ向いてちゃいけないかな。そりゃそうだよ。今から通勤電車頑張って。見ちゃいそう。じゃあ寝っ転がっちゃダメ。寝たら大変じゃない。ん、終わったよって起こさなきゃいけないじゃん。いいじゃん、終わったら起こして。なんでさやを叩き起こすのにママだけ寝るの。まあママの方が早く起きてたけど、なんか大体でもそんな早くない。早くない、10分ぐらい早い。あんま変わんなかった。おはよう。じゃあママもまあまあ寝てるじゃん。何が？寝たの。それも10分もないぐらいでしょ。あの電気してすぐ寝たでしょ。寝つけてない？ちょっと寝つけてない。え？それはもうあの力じゃない。でも言うて15分ぐらい。変わんない変わんない。でママいつも6時間とかじゃないの、睡眠時間。正解。じゃそれより寝てるやん。7時間、6時間半ぐらい寝てるよ。6時間から7時間だよ今。じゃあ変わんないじゃん。うん、そうだよ。いつも眠いか。うん。オッケー。常に眠い。さやちゃんと一緒。さや最近常にじゃないよ。本当？うん。あ、でも仕事中は大丈夫。終わった瞬間に眠い。夕方眠いよね。うん、おはよう。一回寝るときはびっくりするもん。ママからたまに LINE 来るな。夕方ぐらいに普通に LINE 来たら全然帰ってこなくて、2時間後ぐらいに寝てた寝てた、どうしたって来る。うん、サリン足綺麗、嬉しい。そう、仲良すなんです。仲良す。可愛い子見てると準備がはかどりません。それは遅刻しちゃうから準備してね。こっち直んない。
はやー。朝ごはんは今フルーツ食べた。髪の毛直しながらパクパクフルーツしてた。後ほど食べ終わり。ちょっと日差しが暑い今日。あ、いいよ全然。うん、今日やばいね絶対。昼でも昨日と一緒毎日毎日暑くて死んだよね毎日毎日。でもあんまり汗かいてなかったぜママも。ね、なんか風が心地よかった。まあ言うて真夏よりは涼しかったもんね気温絶対、うん、日陰入るとね。うん、日焼けしてそう今。あ、日焼け止め塗ろう。今日は朝から半袖にした。正解だねそれは。もうだって暑いもん、夏だもん。なんか昨日群馬の天気予報が朝のテレビに流れてて猛暑日だった。35度みたいな。いい、やっぱ群馬ってなんであんな暑いの。盆地だから。わかんない、なんかいつも来てるね群馬って。いつもなんか最高気温記録してるよね。ママに聞いたらダメよ。いて、顔もできてないのに今日準備間に合わないまあいっか、まあいっか、別に時間厳守じゃないもんね今日朝。なんとなくこのくらいって決めただけだもんね。自分次第確かに己との戦い。おはよう。日焼けしたくないですね。あ、いや、何時今。あ、つけてなかった13分。おはよう。時いるこれ。うん、じゃあ日焼け止め塗ってない時はつけてるから大丈夫、うん、今たまたま、ほんとたまたま外して2分ぐらいに今時計見ようとしちゃったから。おはよう。よいしょ。今最近聞いたよね、見てる。あ、嬉しい、ありがとう。 TVer はどこでもいつでも見れて便利だね。テレ東さんが映らない地域もすっかり見れて便利だね。昔はね、なんか見れる地域の人はぜひみたいな、ちょっと寂しい告知だったけど、 TVer ができてからどこでも見れちゃう。おはよう。よいしょ。えい。なんか髪の毛茶色くなった。うん、なった。この前黒に染めたのに、うん、早いね。いつ染めたっけ、コンサートの前。そうそうそう。もうまあそれは落ちるか、色落ちるか。それは明るいからでしょ、トーンが。うん、トーン明るい方が落ちるの早くない？早い気がする。昔は関東の白に録画した DVD もらったり。あ、やってた。パパもね、やってたやってた。夏、はよー。ショーしなくていいよ。先生もスピンで外出れないよ。はよー。あ、試験さんありがとう。
ね、ちょっと明るくなっ、まあ、太陽の光で余計にね明るく見えているという可能性もありますけど、ちょっと茶色くなっちゃった。コンサートの前にね結構暗めにしたんですよ。本当にちゃんとブラックみたいな。そう、でももう色落ちゴンザエモンになっちゃった。まあこの茶色も気に入ってるからいいんだけどね。でも毛先の方がさ、昔髪染めたりしてた毛だからさ、色落ちが顕著に現れてる。明るい毛先、明るいってなってる。東京より長野が暑いのってびっくりしたよ。でもさ結構あるよね。ある結構あるよ。まあその朝晩は気温下がるから、その東京ほど夜寝苦しいみたいなのは多分少ないけど、高い、ん、日中は高い。そう、日中のね最高気温は結構東京と戦えるくらい上がります。群馬とは戦えないけどね。うん、夏毎日35度を超えるとかはあんまないじゃん。でも最近は、いやそこまでだよ群馬の人に怒られちゃうなめんなよって。あいよ、もうまだ頭のこれ使う？どれ？うん、うん、じゃあ終わったら引き渡す。眠い。それどこのやつ？安いやつ。そうなの？いい？今はね。全然知らないところだ。うん、コスメには詳しくないの忘れてた。大体のコスメ見てわかんないや。でもいいコスメを求めて最近。で歩いてるよ。ファンの方のプレゼントの洋服が着たりする？昨日ちょうど着てたよ。めっちゃ着てる。週5くらいでファンの方からいただいた服、靴、カバンとか使ってる。あ、昨日靴もファンの方からいただいた靴履いてた。多分今日も履くけど。このぐらいね、皆さんに生かされてます。だいぶ8時になるということで、みんなこんなまったり配信だったんですけど、付き合っていただいてありがとうございました。また今日はちょっと夜できないんで、明日お配信でお会いしましょう。またね。ランキング読みます。13位吉尾さんありがとうございます。12位 YK さんありがとうございます。11位はさっぴさんありがとうございます。10位は小道さんありがとうございます。9位くんくんさんありがとうございます。8位かのんさんありがとうございます。7位けんけんさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位スノーさんありがとうございます。4位ひらりんさんありがとうございます。3位やすさんありがとうございます。2位キャロンさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。みんなお仕事頑張ろう。またねー。